はい、こんにちは。新しくウクレレを買ったんですが、ちょっとレビューしてみようと思います。メーカーはヤイリです。細かく言うと S. ヤイリって書いてありますけど、まあヤイリですね。ちょっと細かく見ていこうと思うんですが、まずヘッドから上から見てみましょうね。S. ヤイリ。この金色のなんですか、ちょっと出っ張ったロゴに高級感があって良いと思います。で、あんまり安いやつだと、こう、ペグのぐらつきとか遊びっていうんですかね、あったりするんですけど、これはさほどないですね。さっき回した時、ちょっと遊びあったんですけど、そんなにないです。悪くないです。次、下に行きます。ナット。ナットはね、ここの処理がちょっととんがってて、ここが、こう弾くときに、若干指が当たるんですよね。ここがちょっと痛かったりしますが、まあ、さほど問題はないです。僕はまあ、後に削ろうとは思ってます、ここは。で、下に行きましょう。フレット。これも、値段によるかな。まあ、安いものに多かったり、たまに高い楽器でもあるんですけど、フレットの処理が甘かったりして、ここはこうギザギザしてることが多いんですけど、バリっていうものがあったりするんですが、これはほぼないです。それがバリがあると指が引っかかったり、最悪こうキュッとこうずらした時に指が切れたりするんですけど、これはそれがないですね。ちゃんとよくできてると思います。ネックの厚さとかもちょうどいいですね。握りやすい感じのシェイプとなっております。で、最大の特徴はボディのこの厚さっていうんですか、薄さっていうんですか、この薄いのが僕は欲しかったので、もうこれはもうバッチリですね。抱えた時に楽です。で、薄くて、これコンサートなんですけど、薄いソプラノもちょっと持ってみたんですが、ソプラノだとちっちゃすぎて、逆にこう、ちっちゃくて薄いのは僕は抱えづらかったですね。なので薄くてコンサートの大きさっていうのは、が自分は弾きやすかったです。とても抱えやすいです。で、ちょっと戻りますけど、ナットとブリッジが若干弦高が高いんで、僕はちょっと両方、ここも削って、で、ここも少し削って弦高を少しこう低く、弦高を低くしようと思います。こんなぐらいまで下げたいですかね。これぐらいまで。はい。で、あとさっき気づいたんですけど、裏がこの、なんですかね、丸みを帯びてるこれラウンドなんとかっていう、多分仕上げだと思うんですけど、バイオリンとかの感じなんですかね。なんかこんな仕上がりになってて、高級感がありますね。はい。こうなってます。で、あとこれがかなりでかいんですけど、このエンドピン、ストラップピンが初めからついていると。これついてないと、後からつけるの若干面倒だったりするんで、これが初めからついてるというのはすごくでかいです。はい。音を聞いてみましょう。はい。で、値段なんですけど、僕は、お茶の水のあるお店で買って、8000か9000だったかな？ 1 万円いってないです。激安でございます。で、さっき Amazon で見たら、7480円という、とんでもない値段で売っておりますね。
これはこの作りで8000円とかもうとんでもないですね。めちゃめちゃいいです。これはおすすめです。はい、とてもいいです。ケースなんですけど、ケースもねちゃんとこう薄いケースになってるんですよね。ちゃんとこのウクレレ用に作られているケース。そう、これケースまで見てない時にもしかしたらちょっと大きめのこうね、よくあるケースを渡されてガバガバな感じになるのかななんて思ったんですけど、ちゃんとこのウクレレ用のケースのようです。はい、というわけでヤイリのモデル名 YUTRC01K というウクレレのレビューでした。ご視聴ありがとうございました。